すする TV。ずるずる。どうも、すするです。愛知ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、石川県ラストは家系ラーメンで締めましょうということでこちらです。ドン。北陸鉄道石川線音丸駅から徒歩10分くらいのところにあります元気屋金沢店さんにお邪魔してます。こちら元気屋さんは北陸地方では珍しく家系ラーメンを提供するお店で、家系の本場神奈川県横浜市にある人気店の鈴木屋さんというお店で修行された店主さんが営むお店ということで、すごくね正統派な家系ラーメンがすすれるんじゃないかととても期待してます。それでは早速石川県ラストの家系ラーメンすすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ元気屋さん、食券制です。今回はラーメンの波と海苔増し、そしてほうれん草も増して、もちろんライスショーもプッシュしました。旅の最後を家系で締められるってオツだなと思いながら待ってた。こちらが元気屋さんのラーメン波海苔ほうれん草増し、お好みすべて普通です。うひょい。スープは家系ラーメンの中ではライトな色合いをしていますが、増したことによる海苔とほうれん草のボリューム感がナイス。こりゃご飯も進みそうだぞってことでいただきます。さあまずはスープから。だろーい。豚骨と醤油の旨味をバランスよく感じられるクリアな味わいで、決して元気の押し売りをしてこないライトな口当たり。ライトとはいえどベースの豚骨はどっしりと構えていて、骨太な旨味で物足りなさはありません。では続いて麺をリフトして、はい、すする。なもん。家系らしい短めなこの麺はもちっとした食感が心地よく、スープとの絡みも抜群。旅の疲れが一気に癒えて、まさに元気100倍すすパンマンです。さあある程度麺を楽しんだら、今度は増したほうれん草。安定の美味しさは納得へとつながり、ライスもパクパクと進んでいきます。そしてお次はスープに浸した海苔。ほんと最近海苔が好きだなぁと再確認しました。ではまた麺に戻って、ほうれん草なんかを贅沢に絡めまくってすすっていったら、味変アイテム豆板醤が登場。ライトなスープにパンチが加わり、これぞ変幻自在のトリックスター。海苔の磯感も絡めれば幸せ者はここにいます。てな感じでチャーシューでもライスをかっくらいつつ、まだまだ大量の海苔を大いに活用しまくっていると、気がつけば本日も大満足で完食です。大変美味しくすすれました。ライトかつ旨味もしっかりな、バランスのいい一杯でした。それではゴスレ。はい、ごちそうさまでした。いやー、元気屋さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。家系ラーメンにしては比較的ライトなスープで、豚骨と醤油のバランスのいい旨味が織りなすスープは、とても飲みやすくてクリアな味わいでした。ライトとはいえど、ベースの豚骨はどっしりと構えていて、骨太なスープの旨味を演出していましたね。麺は短めな家系麺で、もっちとした食感が良くて、スープとの絡みもとてもナイスでした。たっぷり増した連想と海苔もスープに絡めて、とても美味しくいただけましたね。そしてやはりね、家系ラーメンとライスの絡みはもうどこに行っても鉄板だなと改めて実感しましたね。ごちそうさまでした。石川県のラーメンの動画は今回で終了なんですけども、サブチャンネルの方にはラーメン以外のグルメの動画もアップしておりますんで、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、元気屋さん、家系食べて元気やー、うまい。